はい、こんにちは。日本海格闘忽那です。山根様、ご支援ありがとうございました。長年にわたり何度もご支援いただき、誠に、ありがとうございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。連休明けですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。脳卒中と心臓発作は月曜日に多いそうです。皆様ご用心ください。これはですね、いろんな説明なされておりましたけれども、やはり休日過ごして、弛緩した脳に職場のストレスがいきなりかかってくると、それで、なっちゃうんじゃないか、であるとかですね。休日はやっぱり生活習慣が乱れるから、そのせいではないか。昔から、ブルーマンデーなんていう、言葉もありますよね。なんとなく、月曜日は、がっかりしてしまうっていうですね。とうとう限界に達しまして、床屋さん行ってまいりました。そこでですね、椅子、こう、寝かせて顔剃るじゃないですか。そこでですね、ギューンって終わって、起こされた時に、立ちくらみ起こしてしまいました、私。元から貧血なんですけれども、床屋さんの椅子で立ちくらんだことは、今日が初めて、情けなくなってしまいました。本当に。情けないでございます。尾身茂会長。何の会の会長だかは忘れました。若い人はほとんど重症化しない。今亡くなっている人はほとんど高齢者。このことをしっかり理解する必要がある。そういうことを踏まえて、経済を回すべき。これがですね、NHK の手にかかるとですね、亡くなっているのはほとんどが高齢者なので、今求められているのは、高齢者の死亡をどれだけ減らすことができるか、ということだ。もっと金出せ、予算出せみたいなことになっちゃってますけど、さらに炎上狙いの2チャンネル、スレッドタイトルもですね、コロナで高齢者が亡くなるのは良いこと。若い人は重症化しない。っていうスレッドタイトルになってんだって、どこをどう見たらこういうタイトルなんだが、2ちゃんのスレッド立てるやつも大概ですね、本当にね。一般反応です。若者は圧倒的に重症化しないので、それより経済回しましょう、みたいな話か。若者同士なら、公衆衛生上許容できるって話だろ。NHK は尾身会長を落としたいのか、上げたいのか、どっちなの？経済回してないお前らには関係ない話だぞ。若年2位と3はあんまり経済回してないからっていう話なんでしょうかね。若者は重症化しないから、経済回せ。高齢化は重症化しやすいから注意しろって、尾身会長は言ってるんですけど、NHK はですね、高齢者が重症化しやすいのは良いことって言ってるように、手間暇かけて、音声切り張りして、放送したそうであります。悪意ある。これ、密告してくれる、ツイッターで密告してくださる方、こんな風にいじってますよって、言ってくれる方いなかったら、もう本当に永久に闇の中、これが真実になっちゃってましたね。これは尾身会長がどうこうじゃなくて、世の中の不満を煽る扇動の誘拐犯ですかね、NHK による。極左は自己愛性人格障害プラスサイコパス、誘拐犯や掲示板嵐の心理で活動に及んでいるから、何がどうとかって目的はないんだよ。性質的なもんなんだよ。そもそもそういうことをやる人間なんだ、いうようなですね、論文発表されておりましたけれども、スイスのベルン大学ね、テレビしか見てないと、こういう切り張り捜査もわからずに、社会が悪い、自民党が悪いって、不満溜めて暗い顔して歩くようになっちゃうんだな。安藤優子、我々ジャーナリズムは正義の味方ではない。知ってるよ。むしろ悪だろ。講談社、フラッシュ記事。小倉正信、子ども政策担当大臣。若者が子育て家庭を訪れて、育児の経験談を聞く家族留学の実施現場を東京都中央区の一般家庭で視察。東京都中央区の世帯が一般世帯なのかなーっていう疑問はありますね。だって東京都中央区ってどの辺？あ、月島とかあるか。オタクエルフの。江戸前エルフの月島とかあるか、庶民の家。J リーグとコラボ企画で、子供を試合に招待するイベントを企画。子供家庭庁ね。子連れ優先の子供ファストトラック推進。子供真ん中アクションのキックオフイベント開催するんだって。そこには総理も出席する。ネットには呆れる声多数。5兆円の予算でこれなの。子供家庭庁も解体したら、だらだらやってるふり、こんなんで子供産もうって気になる。これフラッシュの取り上げた意見ね。一般意見、5兆って、5兆でやることがこれか。ここと男女共同参画は何の効果もないからやめてもらいたい。真面目に働くより税金にたかれる団体作った方がええ。何をやればいいか分からず、とりあえず何かやってる感。これで金足りん増税って言ってんだろ。素直に5兆円減税すれば子供増えそう。3人産んだら一生無税にしてくれ。いいかもしれないですね、このアイディアね。3人産んだら一生無税。4人産んだら、どっちに、夫婦ともに無税にすんのか、産んだのは大変だった奥さんだったから、奥さんだけ無税にすんのか、その正体は、政治家と官僚の利権省庁、子供家庭庁がね、利権省庁であると。子供政策担当大臣、こんな役職、いつ作ったんでしょう。私全然知りませんでした。元大臣って肩書きは選挙で有利になるから量産したいのはわかるけど。あとはたまにやってる内閣改造とかも、なるべく多くの人間に元大臣って肩書きつけるためにやってるんですよね。J リーグの試合に招待ってチケットは政府が買うんでしょう。露骨な利益誘導では、野球業界はじめね、観客呼んでチケットを買ってもらってやってる、他の業界もですね、なんでサッカーばっかなのだげーって騒いだ方がいいんじゃないですか、これ。変な事業は頓挫してくれた方がね。予算5兆円でどんだけの寄生虫が潤うんでしょうかね。納税意欲が著しく低下しちゃいますよ、こんなの。いずれにしてもこれらの事業で子供の数が増えるわけないよね。こんなのね。なんだ子供真ん中キックオフって。どういうことだ。男女共同参画と違って、少子化対策は数で結果がバチンって出ますんで、全然効果ないじゃないか。その分減税しろって批判しまくれますね。そうしましょう。いたしましょう。そういえば最近ですね、私の凱旋やったショート動画とか上げるようにしたんですけど、これをですね、他の保守系の YouTube チャンネルさんが取り上げてくれることが多くてですね、やっぱ顔出ししてない、他の保守系の YouTube チャンネルさんは、顔出しして外で、言ってる、のが、まあいいんだろうな。今後、外線増やそうかな。都知事選挙に向けて、なんてね。まあまあ、都知事選挙で、まあまあ、挑戦してみてですね。そこから先は、まあ参院選も、再来年の参院選も出たいんですけど、まずは目先の都知事選、のために東京都内、で、外線増やそうかな、考えております。内閣改造について山口夏夫、国交大臣は国民生活に密着した経済にも大きな影響を持つ重要な役割。公明党にとってこれからも重要。記者会見で、言いました。つまり、国交大臣のポストは離さないぞーって言ってたな。公明党の山口夏夫代表は、これ記事だな。一般判断です。フロント系不動産会社、認可事業。フロント系っていうのは反社組織、って名乗って商売やるわけいかないから、まあ、息がかかった、というような、看板、全面に出る、名前、フロント系。公明党と共産党は代表選をやったことがない。宗教団体、あ、そうかもしんねえな。宗教団体だから、代表選、必要ないんだな。公明党のせいで、建設業、潰れまくり。潰れてないとこもあるんじゃないですか。公明党の息がかかった建設会社は、潤ってんじゃないですか。陳情に来る人たちが、菓子折りの箱の中に現金詰めて持ってくるので、やめられない。あるか今時そんなの。山吹色のお菓子でございますので。そんなのあるかな。第二次安倍内閣の成立時から公明党が10年以上も国交大臣を独占し続けているのはおかしいだろう。どんな役職でも特定の政治グループが独占し続けたら、腐敗と癒着は当然起こると。国交省は巨大事業が多くてですね、まあ予算の額がでかい事業が多い。まあ橋の建設であったり、トンネル掘ったり、利権も巨大なので、岩盤固定票を持ってる公明党なら汚職せんだろうっていうことで、公明党に割り当てられたのが初め、らしいんですよね。まあ長年やってれば腐敗と癒着が生じる、すでに生じている、まあ、ほんの一例なんですけれども、国交省、観光庁、国際観光課に指示して鉄道やバス、街中に、街中に簡体字、ハングル表記をご利用した。これはスパイ活動に利便を図るため、どこのスパイかっていうと、まあ、中国共産党と北朝鮮労働者党のスパイ活動に利便を図るため、韓国のスパイもいっぱいいるだろうな、産業スパイとか、そういうんだったらな。いずれ侵略してくる人民軍、これ北朝鮮人民軍と、中国共産党人民軍の利便を図るため、国内占領に利便を図るため、香港支部を人質に取られてから、学会は中国共産党のご機嫌取りに必死、懸命、あわよくば大陸での布教を許可してもらいたい。信者1億人とかだったら、もうウハウハだわっつって、目の色変わってんのが今の学会っすね。ロシアでの布教も許可してほしくてですね、ご機嫌取りに必死です。ロシア侵略非難決議から、ロシアって国名削除させたのは公明党ですからね。この他にもですね、巨大な土木事業を学会の息がかかってる企業にやらせるなどもやってそうだよね。当然やってそうだよね。なあなあで。海保が公明党国交省の管轄で、かわいそうっていう意見も多かった。海保は、防衛省の所管にしたら、いう意見も多かった。いつになったら公明党滅びてくれるのかなと思いますけれども、維新と民民が、評判上げてきてんで、公明党候補だけで自民党は遠慮して出さない。例えば、東京12区、北区とかね、あそこで維新とか民民とか、その他の政党が勝ってもらって公明党の数減らせば滅びてくれるのかな、なんて思っておりますけれども、まあ私、例えば衆院選に出るっていうことになったら、そういう地区狙っちゃうな。東京12区、近くていいな。こっから近くていいな。公明党の人しか、出てない。自民は遠慮して出さない。そこにですね、まあ、共産とか立憲とかの、連中が、朝鮮、まあ、維新とかもね、挑戦するんですけれども、まあ、そういうとこは、でっかな。下手にですね、自民党が、当選してる選挙区に挑戦するとね、保守票を割れて、自民が、落選しちゃったりなんかして、そうすると、私、叩かれそうなんで、まあまあ、そんなことも考えて、おります。今後、外線増やしていこうかなって思ってるんですけれども、告知すっかなしねえかなメール党員さんだけには告知すっかななんて、ちょっと迷っております。明日からですね、最高気温32度、31度、30度、33度、今日みたいな、めちゃくちゃな、37度とか38度とかいうことはないみたいであります。8月に入っても、それで済むのかな、それだったらいいんだけどな、まあ、外線やるとしたら、私が倒れちゃわないように、日中じゃなくて夕方かな、まあ、いろいろ考えております。デトックスジャパン。